怪魚の住むイタコ沼。昔々厳しい修行をしていたイタコがいました。ところが親子のような若いイタコと年寄りイタコの2人は修行が足りないと言われて恐れ山に集まる仲間たちから追い出されてしまいました。2人のイタコは農家の軒下に泊まったり犬に吠えられたり子供たちにバカにされたりして苦労の旅をしていました。野辺地に差し掛かった時沼からピチピチと音がしました。2人で手ぬぐいを広げてすくってみるとうなぎが取れました。うなぎを食べて元気が出たイタコはうなぎを取って村の人たちや旅の人たちに買ってもらってお米や野菜を買いました。毎日面白いようにたくさんのうなぎが取れてよく売れるので2人は楽しくて面白くてうなぎ取りに夢中でした。ある日空が曇り嵐でも来そうな不気味な風を年寄りイタコが感じました。そこで今日はうなぎ取りを休みましょうと言いましたが若いイタコは元気がいいので言うことを聞きませんでした。年寄りイタコも一人では行かせられないので一緒に行きました。船を漕いで沼の真ん中に来た時でした。沼が湧き上がり水面が渦を巻いて回りました。ゴーッと強い風に煽られるように二人は空中に舞い上がりました。沼から鞭のような二本のひげが伸び二人を叩きつけ蹴鞠のような二つの大きな目玉がギョロリと睨み1メートルもある大鍋のような真っ赤な口が開き落ちてきた若いイタコをパックリと飲み込んでしまいました。その怪魚は沼の主で体長が4メートルもある大ナマズでした。修行を忘れうなぎ取りに夢中になっていた二人のイタコに沼の主は怒りました。その凄まじい怒りで叩きつけた尾ひれで沼は大きい沼と小さい沼の二つに分かれてしまいました。年寄りイタコは運よく助かりましたが目が見えないので若いイタコがどうなったのかを知ることはできず沼の主の姿も見ることもありませんでした。ただ若いイタコを失った恐ろしい思いをしたので心を改めてイタコの修行をし若いイタコを供養する旅に行きました。村の人たちは突然二人のイタコがいなくなり沼が二つに割れていたので何か恐ろしいことがあったと思いましたが誰一人として沼の主の大ナマズを見た人はいませんでした。いつしか若いイタコと年寄りイタコを忍び二つに分かれた沼をイタコ沼と呼ぶようになりました。挿絵を担当したのは野辺地の昔っ子語る会の活動を行っている野坂幸子さんです。